日本製航空機の一覧。これは日本のメーカーが製造した航空機の一覧である。日本の航空業界は第二次世界大戦終結後 GHQ によって航空機の製造を禁止されていたため戦前と戦後をはっきりと区別することができ。陸軍は航空企業に開発使用書を数多く提出し、要求も技術をはるかに上回ることが少なくなかった。 このため実現しなかった航空機試作で終わった航空機がかなりの数に上るが膨大な試作機を製作させることで結果として国内各社の製造技術力を押し上げることとなった。1933年昭和8年に試作故障が制定され93式以降の陸軍航空機には木という開発番号が振られている。木は機体。 グライラーは、発動機である。海軍は陸軍ほどに使用書を出さなかったものの、その要求の過酷さは陸軍をも上回るものであり、また開発内容も時によって次々に変更された。そのような海軍の要求に応えて制作された零式艦上戦闘機、冷戦は世界で最も有名な日本製の航空機であるといえる。機体番号は 先頭のローマ字が機種、ついで数字が開発順序。次のローマ字は開発会社、M、三菱、N、中島、K、川西などで派生形を示す数字が続き、機体によっては小規模回収を示す小文字のアルファベットが付加される。派生型の用途によってその後にローマ字が付くこともある。例、局地戦闘機 J1N の派生である二式。 陸上偵察機は、原型機の J1N1 に、陸上偵察機を示す R を付加し J1N1、R と表記される。後年には、正式名称が、式から、固有名詞に変わった。名称の基準は、以下の通り。1952年、昭和27年に GHQ、スキャプによって、航空の運航と、機体開発の一部再開が認められたことにより、 日本の航空産業は新しい時代に入ったが禁止の年月は日本から航空技術が失われるには分であった。戦前戦中の航空技術者の大半は生活の糧を求めて鉄道や自動車の分野に流出しており、またジェットエンジンの実用化や超音速の実現など世界の航空技術は日本の終戦時の技術をはるかに上回る水準に達していた。 日本はアメリカ合衆国製の機体をライセンス生産、ほとんどの部品を国内で調達、生産する方式することにより、技術を再取得しなければならなかった。第二次世界大戦後になると、開発の主導権は民間企業に移ったが、開発費が増大したことにより単独での開発が難しくなったため、共同開発、分担生産が主流となった。 このため機体の設計開発と製造が国内ならば国産と呼ばれることが多い。さらにエンジンも国産の場合は純国産という表現が使われる。現代では為替の影響で航空灯や景気類は輸入品の方が安価なこともあり、日本のように国産化が可能でも海外メーカー品を導入する方がコスト的に有利な国が多い。現状では全てを国産品で賄う。 完全国産で採算が合うのはアメリカで小型機を製造するなど限られた条件下のみである。こういった理由から国産の固定翼機は非常に少ないものの海外への売り込みが行われている。また第二次世界大戦後に開発が本格化したヘリコプターは技術的な格差が少なかったため高性能な機体の開発には成功している。ただし人件費が高いこともあり。 価格が上昇し、相対的な価格競争力は低い。コストを抑えるためスバルは、ベルと共同開発した、ベル412の改良系を民間向きとして販売し、その改造機を UHX として自衛隊向けに納品することで、量産効果を得ようとしている。第二次世界大戦後の航空業界では、機体の性能だけではなく、サービス網の整備やパーツのストックなど、 アフターサービスが重要視されているが、これらのノウハウを有する海外メーカーに比べ大きい遅れをとっている。過去には日本のメーカーでは販売後のサポートを停止していたため、YS-11 が商業的に失敗したことから、MRJ では事前に海外企業と提携するなどの動きがある。以下の表には、ライセンス生産、またはノックダウン生産、細分化された。 輸入部品の再組み立ててさされれた、た機機体、体国際共同開発で製造された機体も含めている。国内再組み立て、大きなブロックパーツに分かれた輸入部品の再組み立てのみの場合は記していない。自衛隊では、ほとんどの航空装備品が同盟国であるアメリカ軍からの供与から始まったことから、米国製品の採用が多いが、国内生産が可能なものは、 できる限りライセンス生産によって国産化する方針を取っており、また独自の能力向上型も開発している。自国のみでも多種の航空機を製造して実用化している。自衛隊機のライセンス生産の場合、まず2期程度完成品輸入、国内再組み立て、数機をノックダウン生産してから本格的なライセンス生産に移ることが多いが、近年は輸入の後に直接、 ライセンス生産することが多くなっている。表では、名称は自衛隊での正式採用名、製造者は日本国内での機体生産メーカー、原製造者はライセンス生産及びノックダウン生産のライセンス、供用者、微行は機体生産に関する情報を記した。H-19 は3自衛隊の総数、個別の数字は不明、生産数、ないは、 既存機からの改造。H-19 は3 g エータの総数。個別の数字は不明。米軍機を採用したものについては、基本的に米軍と同様の正式名称を付けており、海 -15、P-3C など多数、独自開発した派生型でも、これに準じた名称を付けている。P-2J、SH-60K など。国産機の場合は、 米軍の機体種別記号、解、C、T などに、1から順に数字をつける、解マイナス1、T マイナス1、C マイナス1、PS マイナス1、US マイナス1、OH マイナス1が、T マイナス3、T マイナス5、T マイナス7は T マイナス34の、解マイナス2は、解マイナス16の改造開発であり、何を基準に、国産とするのかはっきりしない。 民間機を採用した場合、米軍と異なり、基本的に民間名称をそのまま使用する、YS-11、Km-2、MU-2 km、V-107、B-747 などか、または民間名称に、米軍の種別記号を組み合わせている、E-767、KC-767、U-125、U-4 など、 ただし、陸上自衛隊では、MU-2 を LR-1、Km-2 を -1 トルコリラなど、独自の名称をつけており、名称基準は曖昧な点もある。ボーイングやバスボンバルディアエアロスペース、三菱重工業が、開発参加エンブライル、川崎重工業が、開発参加ホーカー、富士重工業が、開発参加エクリプスエビエーション、富士重工業が、 開発参加。シコルスキー、三菱重工業が共同開発。ベルエアクラフト、富士重工業が共同開発。1952年、昭和27年の航空一部解禁により、かつて航空産業に携わった企業や大学が、新型機の自主開発を開始したが、概ねものにならず、アメリカ合衆国製品のライセンス生産を中心とするようにいった。 その後も自主開発の機会が少なかったため、試作機や研究機の製作数も少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。